の住職であるじいちゃんが亡くなった。そして僕は突然坊さんになった。でもお寺の世界というのは実際に入ってみないとわからないことだらけで、坊さん専業バリカン、坊さんだけの野球チームがあって、クソ坊主だぞこれじゃん。いや結局さ、葬式だと決まるよな。お寺って結婚式もするよね。おめでとうございます。近くして身がたきは我が心、心を整えることをまずなさった方がよろしい。京子は死んでるとか死ねよな。自分は自分一人で自分なのではない。そう思えば身に降りかかる大変なこともありがたいことのように思える。お前は本当にそう思ってんのかよ。お大師様、僕には何ができますか。僕にはできないことがたくさんある。でもあなたは待ってると思いますよ。僕は坊さん。きっとそうなんだ。